こんにちは、社会人事部長の長谷川充です、えー。神奈川新聞の4月10日の記事からですね、こちらの記事です。えー、こちらですね。駅で多言語案内翻訳アプリ導入という記事です。まあこれはあの。 京,急ですね、京浜急行で4月から駅係員の多言語案内を支援する対話型の音声本やクラウドサービスを試験導入しているとで7月からは泉閣寺駅を除く全駅で本格導入するということですね。 おそ、まあ、らくこの京急さんが導入すればですね、えー、まあ他の電鉄私鉄とかまあもしくは JR の方もですね含めてこういうことの動きが出てくるのかなと思いますまあやはり、えー、駅の中というかですねまあ電鉄の中で翻訳家を雇ったりとかするっていうのもですねまあ、ちょっとこれ現実的な話じゃなくてですねやはりこの、えー アプリ翻訳アプリをですねうまく使っていけばほ、まあ、本当にあの性能がどんどん上がっている状況の中で同時通訳、まあ、例えば英語を日本語に訳したいとか日本語を英語に訳すとかですね、まあ、そういうものはもう簡単にできるような時代になってきています、まあ、あとはその性能の問題だけだと思いますけれどもこれはもう確実に時代的にもですね技術はもう進歩していっているのでこういう動きがもうどん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 加速するのかなと思います。 今まあ、ここの中からですね派生することで言うと、まあ、観光地、まあ、駅だけではなくですね観光地なんかもこう,こういう動きが出てくるのかなと思いますし、まあ、本当にその翻訳とかっていう仕事がですね、まあ、こういうその AI とか、まあ、自動化によってですねどん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 その裾野が広がっていくとだから人間がやらなくてもできるような仕事になっていきますので、まあ、そういう分ではうんまあこの 10年後の仕事図鑑でですね、まあ、よくこう、仕事というものを研究していく必要あるかなと思っております。まあ、ということで、えーまあ、この翻訳アプリですね、えーまあ、早く見たいなと思っております。